高井健介の君に決めた。さあ、ということで今回は高井のコスプレ衣装制作過程大公開。よいしょー。はい、ということですね、僕は今までですね、いろんな、モノマネ衣装、まあ、コスプレ衣装をね、たくさん作ってきたんですけれども、まあ今日は、今から新しいコスプレを作ろうと思ってるんですけど、それを、その制作過程を、お届けしたいと思います。本当にね、もうクオリティがね、高いやつもあれば、低いやつ、まあ基本的にはあんまり高くないやつばっかりなんですけど、はい、僕の中ではもう高クオリティを毎回目指してやってるんで、いつもね高井はどういう風にして、衣装を制作してるのか、そんなね模様をね皆さんにお届けできたらなと思いますけども、さあということでね、今日、作っていく衣装は作っていく衣装はというか、そうだ、どうしようかな、まあ当ててみて、今から作るんで、どのタイミングで、あ、これ、あ、こいつ、あれを作ろうとしてるんだって分かるのか、ちょっと、皆さんに、じゃあ、クイズを出します。はい。早く分かった人は、何分くらいで分かりましたっていうね、コメントをください。はい。ということで、やっていきたいと思います。君に決めた！さあ、材料なんですけども、もうね、材料を見せた時点でもしかしたら勘のいい人はわかるかもね。はい、これね、まずはこの赤い布、赤布、これはもう今回の衣装のもうメインと言っても過言ではないでしょう。赤い布を湯沢屋でね、探して買ってきました。そして紫色の目出し帽、被るとちなみにこんな感じね、こんな感じね。やっぱ目出し帽はね、やっぱり高井のコスプレではやっぱり欠かせないんで、はい。と、金髪のウィッグ、これはねこの間買ってまだねほぼつけてないんですけど、どうなるかちょっとわかんないけど、まあはい、こんな感じで、紫色のゴム手袋、紫色のゴム手袋、もうこれ勘のいい人は分かるんじゃないかな、この辺で分かってきそう。はい、ゴム手袋ね、できました。入るかな、入るね、 OK。 この紫と赤がベースっていうのがねもう今のポイントですね、今のところ。じゃあていうか、まあまあ細かい材料はまだあるんですけど、大まかなところを作っていきたいな、ね、赤布ね、赤布を、こんな感じか、こういう感じか、こうかな、こうだとこんくらいか、どっちがいいかな、縦と横、これ手を出すから、手出すから縦でいいか、縦の方がいいな。じゃあちょっとねいきますよ、安全ピン、もう御用達ね、高井の衣装はもうこれ安全ピンがもう必需品なんでね、基本的にもう俺のコスプレっていうのは前さえどうにかしてたらいいっていう考えなんですよ、もうその後ろはもうだってカメラやね、やっぱ正面しかほぼ映ってないわけだから、後ろはね別に別にいい後ろをまずはやっていくと、これは止めちゃって、仮止めみたいな感じかな、仮止めをしていきます。
はもうね、俺の今回のコスプレの肝というか、大部分。この布いいな、これ安かったんだよ。1平方メートルで800円とかこれだった気がするな。一旦ここを取っちゃうか。あ、で裏返せばいいのか。裏返せばこの安全ピンが見えなくなるのか。頭いい。こうしてさ、これを裏返したら、裏返したらいいんじゃない？あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。裏返したら安全ピンのあれが見えなくなった。いいね。で、やべ、くそ、入んない。いてれ。入んねえな。これでも腕を通したいんだよね。ここから穴開けてピュッてしたいんだけど、それの目安をどうにか決めたいな。最初これまだ設定しなかったな。こうやってね、いろいろ調整をしつつねやっていくからね。普段はこれもう本当にもうただただ夜な夜な一人で、たまに僕のねワイフに手伝ってもらったりするんだけど、基本はもう一人で黙々とやってるって感じですね、僕は。お、はいはいはい、こういう感じね。で、こうか、ここ止めて、ここはギュッて止めて、で、腕を出す穴を決めよう。腕をもう考えちゃって、そしたらおのずともう片方出てくるか、はい、この正面だとして、でキュッと絞るから、穴開けていきます。腕を通す穴、もうね、このもうハサミはもう大胆に、もう失敗を恐れない。あんま切れないね、このハサミ。穴開けました。はい、そしたら同じようなところに同じような穴を、腕を通す用のね、切りやすいかな。
さんがあった気するんだけど、わかんないな、どこ行ったか。よいしょ、これもできたらもうほぼ完成みたいなもんだな。よいしょ、はい、穴開けました。そしたらちょっと腕を通してみよっか。あ、めっちゃいいじゃん。あ、めっちゃいいじゃん。で、ここを、ここ閉じんなよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。腕通った。腕通ったね。これちょっと、もう少し、上の方でもよかったな、けど、まあ、それは調整効くから。で、ここ。はい、もういい感じかもな。もういい感じだぞ、だいぶ。でっか。でっかな。そうか。うわ、これめっちゃ汗つけるんだ。めちゃくちゃ汗つける。もうちょっと来ただけでこの汗が染みちゃった。これは結構大変ですね。ほら、あ、めっちゃ濡れたらすごいわこれ。待てよ、はいはいはい、止めていく。後ろはもうマジでいいんで、とんでも、はい、あ、はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。これ被るとどっちが、こっちか、あ、めっちゃいいぞ。めちゃくちゃいいぞ。これもういけるぞ。オッケー。ちょっとじゃあ、シャツを取ってきます。はい、じゃあちょっとほぼもうできたんで、あー違う、これ黄色のまあいっか、それは後で考えよう。うん、はい、じゃあこの白ロンティーいきます。白ロンティーいきます。
どう、みんなもう分かってんじゃない、分かってきたんじゃない。で、香ります。どう、みんな分かったんじゃない、これもこれにあのカツラであの紫色の目出し物だからね。はい、でこれはちょっと余分なところ切るか、この辺いらないカットします。はいはい、こんなもんかな。うん、こんなもんでしょう、こんなもんでしょう。はい、紫手袋入って、じゃあ目出し帽をかぶります。で、カツラ、カツラをかぶります。もうめちゃくちゃぽいんだけど、いいぞ。あー、でもなんかカツラがちょっと違うな。なんかカツラ、え？思ってたんと違うんだけど、なんかなんかもっと長いセミロングくらいのイメージだったんだけどな、センター分けで。まあでも買っちゃったからこれ使うしかないか。ちょっとピンで止めるか。はい、今こんな感じね。どう、みんな分かった？分かっただろう、もうさすがに分かる人はもう分かるはず。センター分けに。雑だけど、まあこれ後でやるとして、で今から一番大事なところをやります。それがこれ、口紅。もうだろ、みんなさすがにもう分かったでしょう。口紅を塗っていく。これね、買ってきました、この口紅を。ワイフのやつでもいいかと思ったんだけど、なんかちょうどいい、めっちゃ赤っていうのがなかったんで、初めて、高い初めて口紅を買いました、人生で。これどこだ、赤いのを買ってみたんだけど、え、あんま赤くない、なんか思ったより赤くない。わかるでしょ、もうこれもうわかったでしょ。いいね。あ、いいね。これで、じゃあほぼ、じゃあ完成させますね。こうして手袋はめて、で最後これをつけ
ければ。はい。完成でーす。イエーイ。よっ。本当はここになんか黄色い。ね、その胸のあたりのあれをちゃんとやればいいんだけど、まあ一旦これちょっと、はい、高井の新コスプレ衣装はルージュラでーす。ジュラジュラデランデンデンデンデンデン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 デン。いいね、悪魔のキスしそう。あ、めっちゃいいね。思った以上にルイジェラ。こんな感じですね。確かにこう黄色欲しいな、やっぱりどうにかして黄色は黄色ないと。いいですね、悪魔のキッス。ドゥルン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 。はい、ということで高井のコスプレ衣装制作過程、見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。こんな感じで高井はいつもコスプレ衣装を作ってます。はい、どれぐらいで気づいたかな、ルージュラって。どうだろう、コメントよかったらください。はい、ということでこんな感じでいっぱい作っていくんで、これからも、高井のコスプレに注目してください。はい、じゃあ高木圭介の君に決めた、ありがとうございました。ドゥルン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 ドゥ